宍粟市一宮町のちょっと変わったハウスにお邪魔しております。ずらっと木が並んでおりますけれども、はい、ここは何を栽培されているところですか？原木椎茸を栽培しています。原木椎茸、はい、で何すいません、大きく分けて原木椎茸と金床椎茸、どういう違いがあるんですか？だから金床椎茸はおがくず、こんなんを細かくしておがくずにして、それをブロックに固めて、それでそれこそハウスで、まあ言うたら水耕栽培みたいなことをやっておられます。それは金床椎茸。そうです。で原木椎茸は、私らはこれちょうど1メーターに、この野山にこう昔からある木を切って、でここへ菌をずっとこう植える。え、どれが菌植えたところ？これですね。あ、この穴？この穴っぽこみたいな丸い、はい、白い丸のところは、はい、菌は植えられた場所。そうです、ね、そういうことですね。菌が十分原木内に蔓延したら、それがある時期が刺激とか水分とかで、生えてくるんです。そこから椎茸が出来上がる。ちなみに親子で今されてるんですよね。そうです。ここをされていて、お父さんで何年になるんですか？僕で8年目です。原木椎茸歴8年、はい、新谷さんは20年新谷さんの方が先にされてたんですか？そうです。新谷さんは、お父様は何かお仕事されてから原木椎茸入り、原木椎茸インして、じゃあ新谷さんはもうずっと原木椎茸を会社員してて、辞めてから、辞めてからだけども、お父様よりかは長いことされていると、はい、20年されてて、やっぱり今でも難しかったりするんですか？難しいですね。毎年違うからね。あ、毎年変わるんですね、でもこれやっぱり大きい方が美味しいとか、このサイズが美味しいとか、なんかあるんですか？大きさには関係ない思います。どうやったら美味しい椎茸って見分けられるんですか？こういう巻きのある椎茸で、分厚い椎茸が美味しいですよね。あ、これは？そう、やっぱ肉厚、この分厚さだが美味しさ。椎茸どんどん育てていく中で、目標、今後どういったことしていきたいとか、将来の夢みたいなありますか？椎茸狩りとかできる施設にしていきたいというのが2人の夢で、ぜひともしてください。私もちょっと椎茸大好きなので、その際に遊びに行きたいと思います。今ポロって取ってたけど、どうやって取るのかとか含めて教えてください。よろしくお願いいたします。レッツ椎茸狩り、はい、よろしくお願いします。収穫作業教えてください。ええから何ゆっくり休んどきって、まだ寒いから外、ええから、はい、お休み早い、ゆっくりね、休んどき、はいはい、私の胸でお眠りなさい。めっちゃ喋りかけてますけど、合ってます？喋りかけ方合ってます、合ってます。本当ですか、はい、この部屋は何なんですか？休養室です。休養室、はい、休んでるんですよ。原木の休養室です。原木を休めてる。そう、はい、お休みさすことによって、はい、ずっとこう安定した収穫が、はい、本当ですか？合ってるんですか？そこで何してたんですか？休んでたんですか？僕はじゃ癒しとったわけですよ、これで。ええからな、よう働いてくれてるで、よう働いてくれてる。じゃあ今日はずっとそこにいてください。ゆっくりお休みってな、本当に。おい、唯一の出る幕やめてくれよ、これ。起きるから静かに。じゃあちょっと、じゃあしっかり休んだターザンさんも一緒にね。このジップを持って、はい。そうそう、やってみて。もぎ取った感じ。もぎ取った感じ。根っこを持って、ちょっとスナップ効かすんよ。硬い。オッケー、いい感じね。取れたー、大丈夫です。ちょっと硬い。取れた。ほら、この分厚さ。わー、美味しそう。で、これね、そんな力いるか、うん、いる。意外といるでしょ。いるね。ちょっと今ね、はい、手で取られて、はい、で硬いから、はい、切ったらどうかいう思われるでしょ。ああ、そう、ハサミとかでね、ハサミとかカット、ダメなんです。なんでダメなんですか？その切ったところからね、カビが生えるんです。あ、そう、次のど出るやつがダメなんです、出なくなる。ということは横着したらあかんわけや。そうなんです。だから全部手で、手で優しくね、はい、はい、ということで、こんなにたくさんの椎茸ゲットしました。オッケー、ありがとうございます。今回は特別に椎茸を焼いていただきました。椎茸、これ焼けてきてる。だいぶなんかこう汗かいてきましたね。これ醤油でいっていいですか？塩でもどっちでもいい。あ、僕は塩だけ。夏子ちゃん醤油でいこうかな、俺塩やね。
けじゃないんじゃないっていうぐらい何なんだろうこれ、最高だよターザンさん。炭火で焼くのが一番美味しい、ね、あそっか、炭火で焼いてるこの感じがいいのか、はい、食べて食べてターザン、ちょっといただきます。あこの分厚さがいいですね、このね、美味しすぎてあれ忘れてるから、んあほんまやなほんまやね、うちらは美味しすぎてあれ忘れてるから、うんね、次の一口で行った方がいいと思う、行、うん、ったよね、行、うん、った方がいい、編集して前の方持ってきて、ね、前の方で行ってくれるから、うんうん、いやー一遍ちょっと食べてみるけど ねそうですね、あーこれ原木の恵みや、まさしくフレッシュー、ずっと食べてるよ、あー忘れた